はいどうも、翔平 TV です。よろしくお願いします。今日はですね、草野球人の方にご報告がございます。私、翔平 TV、今所属している日曜のチーム、ラガーズを退団することになりました。退団をする理由としては、2つほどございます。それを順番に話していこうと思います。まあ、ラガーズといえばですね、昨年、2022年、11月27日に、関東草野球リーグで決勝戦、優勝戦ということで ZOZO マリンスタジアムで試合ができ、チーム一丸となって戦っていい思いをしたんですけども、2023年は惜しくも負けてしまいまして、まあもちろん優勝したんでレベルが上がったっていうのもあるし、まあそれは仕方ないことなんですけど、個人的に試合を、今年の試合をして、まあ見てて、やっぱりもっと自分は上の方でやりたいなっていう気持ちがすごく大きくて、ずっと投手でやってきて、ハイレベルなチームで投手としてやってきて、で、片通でまあうまくプレーができないっていうところで、野手転向をプレーをするために良平が所属しているチームに入らせてもらって、野手をメインにやらせてもらったんですけど、まあ、そこで野手としての力もついてきたなと、昔より技術上がってきたなっていうところもありまして、もちろん肩はもちろん治療中でまだまだ投げたい気はあるんですけど、もうメインはもう野手と、あとはもう今年32になってどんどん若い人が入ってくる中で、何かこう僕が今まで培った技術だったり知識だったり、まあ野球道具の知識も結構あると思いますし、野球道具も結構揃ってきたので、まあ、それをまあ伝えていって、もっとこう環境を変えてみるのもいいんじゃないかなと思いまして、対談をすることを決めました。でもう一つは、多分今度話すんですけど、違うチームからぜひとも来てほしいというお話が、15チームぐらいから話が来てて、まあもちろん僕が対談を考えて新しいチームを探してますっていう投稿をしたのがきっかけで、まあそれぐらい連絡をもらって、まあ大変ありがたいんですけど、まあその中で個人的になんかやってみたいな、挑戦したいなっていうところのチームさんに、まあ連絡をさせていただいて、まあこの間一回体験も行きましたし、仮入部的な感じで今入ってはいるんですけど、そこでプレーをすることになると思います。もちろんね、まあ、YouTube 自体も登録者1万3000人いらっしゃいますけど、実際のやっぱ視聴回数を見るとやっぱまだまだっていうか、ちょっとこうマンネリ化しすぎてるのかなという点もありますし、まあその呼んでいただいてるチームはとてもすごくいいチームで、まあ今後日曜の試合はそっちの撮影メインとはなるんですけど、レベルは高くなるので、まあ、そこでね、いろいろいい映像が撮れて、もちろん片通で悩んでる選手もいたり、いろいろ悩んでる選手もいるらしく、若いチームらしいので、まあ、そこで僕がどれだけできるかなっていうところではあるんですけど、対談と次のチームも決まりましたっていうところで、後日、詳細のチームは、お知らせしようと思いますけども、来年からですね、どんどんいい映像、そしてもっとこう SNS にすごく載せている選手や、相手チームの選手やら、知り合いやらと対戦する機会が増えるかなと思ってますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。そしてね、どんどんこう会う機会も増えていくんじゃないかなと思います。まあ、もちろんラガーズもおかげさまでインスタも、開設して対戦申し込みとか来るようになったらしいので、まあ、多少の翔平 TV 効果はあったんじゃないかなとは思ってます。毎週日曜日頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、ラガーズのメンバーもね、まあ、若い選手もいれば僕より年上の選手もいますけど、みんなこう仲良くて、まあ、あんまりこう互いをこう干渉しないみたいな、あんまこう感じなタイプではあるんで、まあ、静かな感じではあるんで、まあ、次のチームはもうめちゃめちゃうるさいチームらしいので、たくさんのいろんな個性とかたくさん出していって、後日その入団するチームのご紹介をしつつ、一つちょっと僕からまた報告があるんで、その辺ちょっとまた楽しみにしていただいて、まさかやっていう多分反応ではあると思います。マジかみたいな、翔平マジか、俺もすごいびっくりしてるんですけど、まあ、とてもびっくりする。まあ今日はもう対談動画なんで、話は、まあ、後日、したいと思います。なんかコメントあればぜひともよろしくお願いします。今日はね、すごい寒いですけど、まあ、これからどんどん寒くなりますけど、体調の変化で、体調悪くならないように気をつけていただいて、すげえ見られた、気をつけていただいて、また皆さんと野球をできることを楽しみにしております。何かね、あの質問等あればインスタ、DM、ツイッター、あ、X か X の DM
などで、いただければと思いますんで、最近生配信も全然やってないんでね、生配信もそろそろやりたいんですけど、なかなかできず大変申し訳ないですけど、ラガーズの背番号11番の翔平はいなくなるっていうことで、まあ背番号11といえばあれやな、同い年で廿日市サンブレイズの磯崎ゆかりさんが退団したっていうことで、まあ同い年っていうのもあったかもな。でピッチャーだしすごい尊敬している方なんですけど、退団をしてしまったらしいので、とても残念ではありますけど、あの子も11番、僕もたまたま11番だったんで、11番同士ね、今年退団ってことで、次に向かってね、まあ互いに32歳なんで、互いに次のステップに行こうとしてるのではないかと思います。今回は対談というお話をさせてもらう動画でした。今後とも、たくさん動画を上げていきますし、いろんなまた変わった動画も上げていくと思いますけど、何か一つでもね興味のあることがあればぜひとも見ていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。